は、エヴァチューンっていう比較的最近流行り始めたこのブリッジユニットの説明をします。こいつはアナログ的なものでチューニングをキープする、セルフチューニングサポートシステムみたいなものですね。エヴァチューンとはバッテリーを使用せずメンテナンスフリーのシステムを有しておりますが、見た目はギター全体のイメージを損ねることなく極めてシンプルなデザインとなっております。シンプルかこれと思うけどまあ素晴らしいです。でこれを成し遂げたってことが素晴らしいと思います。でこの仕組み、全ての弦セパレートでユニットになってます。これが一つのユニットです。で構造はイメージ的にはね、各弦トレモロユニットがついてる、トレモロビブラートユニットがついてるような構造です。だからこれを一つの単体のブリッジと考えると、一個一個がこういう動きをしている。特徴としては今のトレモロの支点に該当するところがここですね。ここはエッジですね。で弦がここになりますね。でエッジから弦までの距離とエッジからスプリングが払えているこの場所が等距離に近いです。これが肝で、例えばシーソーの理屈というのは、例えばこういうところに支点があると、こっちは重いものを乗せないといけないですよね。で、こっちは軽いもの。で、この両ウィングが長さが違うので、一応バランスは取れていても、バランスを崩しやすい。いろんな意味で。これが等距離の真ん中であると非常に安定する。そういう理屈がこれにも現れている。でだから通常のビブラードユニット、フェンダーに代表されるビブラードユニットっていうのはこのエッジの支点と弦でバネが大きく離れてこの辺にあたりますよね。だから不安定なシーソーで、安定、なるべく安定したシーソーにすると要は狂いにくいと、バランスが取り立てる、一定までは頑張ってる、バランスがいいのです。なのでチューニングが大きく狂ったり、またはベンドアップによって高い方向に行こうとした時に一定のこうニュートラルポジションが生まれる。これによく気がついたと思うんですよね。もしかして理工系の人だとそんなの当たり前じゃんってことかもしれないけども、理屈では分かっててもこれ実現するのは大変だったと思います。まあこれがとにかくバランスがいいということですね。肝は距離が大体同じ、極めてバランスよくなっているのである程度頑張ってくれる、この均衡を保ってくれる、そういう理屈ですね。なので小さいトレモユニットがたくさんついているっていう構造、よくできてるね。で素材もちゃんとこだわっていて、こんなんでよく壊れねえなと思うんだけども、相当よくできます。で微調整をこのスプリングをこっちのネジで、だからこれで減張力とスプリング引きバネのこの力をバランス取って、一番その目的のチューニングで安定させたい部分をこれで設定していく。で簡単に説明してるけど、多分自分個人では思いつかないね、こういう仕組み。相当頭のいい人が作ったんでしょうね。でここにそのギター、君のギター、はい、しばらくチューニング変わんない、気持ち悪い。おやってきた。シーソーのニュートラルポジションを脱するまでなかなか動かない。
かない、気持ち悪い、てたよね、これができるってね、すごいよね。うわ気持ち悪い気持ち悪い、すごい。まあデメリットはあのベンドアップの時にタイムラグがちょっと出ちゃうってことですね。ベンドできないわけじゃないけどもしょうがない。デメリットを我慢するだけの能力があるよね、この狂わなさってね。これは切るしかないのか。だから今ブリッジがどういう状態かっていうと、例えばトレボルユニットフロイドローズとかの弦を外してこうなってる状態、今そういう状態だった。だからまさにトレボルユニットが各弦についているような雰囲気。でこういう状況ですが、今トレモロがトレモロと仮定するともうケツがこうなっている状態ですね。なのでちょっと安定するまでに時間がかかります。下がんない。上げてって上がんない。でこの辺で上がり始めます。ニュートラルポジションを出したってことですね。ここで。ペグ回してると不安になるよね。ストレッチしなくてもこの人勝手にチューニングしてくれるんだけど、設定があってればあの後々ニュートラルポジションを狂わないように一つを引っ張っておきます。一番狂わないです。このペグを回してっても全然上がんない、全然下がんない、ど真ん中あたりが一番狂わない。ちょっと探ってみようか。ここが下がるところ、
ちろんもう機械的な動作でやってるから全然狂わないってことはないです。でこっからの調整は本体にこれがマウントされていて、原稿はこれか、まあ、例えばちょっと好みはわからないけども、例えば2ミリぐらいに設定するとしたら、まあ、今ユニットを引っ張ってる、このままこのまま今ここで引っ張ってる、引っ張ってるというか押してるんですよ、近いとか、テンションで引っ張られてるから、上に行こうとしてるのをネジを緩めて上がってる、下げるときには締めてるね。設定しました。原稿設定しますともちろんいろんな狂いが生じます。でまた調整します。で今、ニュートラルポジション設定と原稿が出ました。じゃあオクターブ調整、これがメインユニットについてるからこれごと引っ張ってるね。このユニットごとこう原稿調整はこう、オクターブ調整はこうなってる。一旦こんなもんかな。で原稿これいじんなくていい、まあ、要はね、肝はねドライバー型のレンチ買いましょう。じゃないとあのスピードが落ちかない。こういうふうに一つの単体トレモロユニットとして調整するっていうイメージだから、これをアームバーと考えてるわけですね。ついやっちゃうんだけど、ちょっとチューニングが高いから弦伸ばして少し下げようと思ってもこいつ頑張ってくれるって思っちゃうね。それぐらいね、よくできてるね。で原稿オクターブ調整ともにそれをこう設定し直すと、当然ニュートラルポジションもちょっと変化しちゃいます。あのずっと繰り返してあの調整していく。ちなみに3弦あたりはさすがにチョーキング したいじゃないですか。多いみたいな感じで、まあチューニングの安定を望むのであればこれぐらいが一番いいです。ただ少しなんかフレーズ入れたいのになった時はこの状態で行く、回しすぎます。こうやシーっぽく遅れますけど、でもこうするとあのニュートラルポジションのギリ内側にいるんで、また設計を狂います。なのでまたやり直して、への力はスプリングが入ってるわけじゃなくて弦の張力で駒っていうかこれがこう来ようとしてるんで、
緩めるっていう作業をしたら突っかかってることがあるから最後にちょっと締めます。こういう方向で力どっか突っかかっちゃったりするから一回で今調整したらまたユニットが動いたんで、じゃあ中二感があるのでが出だした時は多分油切れなので、まあここのエッジにちょっとオイルさしたり、可動部がこうだから、まあ、その間にちょっとオイルさしたりするぐらいで十分かな。他にやることがない。そのオイルはどういうオイルがあるんですか？別に CRC でも大丈夫ですよ。うん、基本精度はいいから、まあ、なんならこのバネのへたりっていうとこも長年使ってると気になるかもしれないですね。まあ別売り、あるはずです。やっぱりギリギリチョーキングとか、まあ、ベンドとかに対応するようにすると、なんとなくシャキッと合わないです。しょうがないよね。バランス崩れそうになる寸前で止めてるから。こうやって調整するとまたユニットの位置が変わるんで、また結局こう触ったりする。だからね、なんだかんだ小1時間かかるんだよね。今日はある程度大雑把でやり方だけ教えるけど、これで結構いい感じかな。この辺はリフ中心なんで全然狂わないようにしとくと。それは好みです。まあフレーズ的になんかやりたいのにできないなっつんだったら、これをこっちか。こっち設定すると。いやーすごいもん作り上げたもんですよね。ユニット自体は高級ですし、ギターももうこれつけたら他のに変えられないっていうか。大改造になっちゃうんで、いいか悪いかっていうと、もうこの機能を愛するかいらねえって思うかっていうだけなんですね。うわー気持ち悪いね。すごいですねこれ。当然ネックベンドしても何も起こらない。大体チューニング合い続けてくれるんだけど、弦が伸びていくとニュートラルポジションがどんどん外れてきそうになるんで、やっぱりストレッチはしといた方がいいです。でもちょっとなんか一家に一台欲しい感あるよね。なんかこいつがついてるギター。そう思って買いました。なるほどだよね。ちなみにエヴァーチャーはそれつけてほしいっていう依頼は1年間でどれくらい？今まで1件しかやったことない。もう残りがちょっとしかないわけね。もうピックアップのスレスレにスプリングが来たりするんで、だから裏が出っ張ってるピックアップは向いてなかったり、なんかキシミオン拾ったりするんで、ヴィンテージタイプみたいにちょっとネジが後ろに出てるやつはなんかわざわざ切っちゃったりとかね、する。すでにちょっと時間がなくて慌ててやってるから、あれこれいじってるうちにまたオクターブずれました今ね。これ多分合ってないよねっていうふうに根気がいるんですが、
一生懸命調整するだけの価値はもちろんあります。これですね、これ面白いよね、トレモロがいっぱいついてるってことね。はい。